そんなこと言ったってね、ごまかされないんだから。ツンデレ少女ですね。一体何をごまかそうとしたんでしょうか。見てみましょう。ポン、札束が次々に積まれていく。やはり金には勝てないんだね。お、ネズミが手を挙げて朝ごはんって書いてあるね。なんだこれ、チーズでもおねだりしてるのかな。見てみましょう。ポン、まさかのネズミたちが朝ごはんだったわ。うわー、なんだろう、ホラーゲームかな。すごい表情していますけれど、一体彼はなぜこんな表情をしているのか見てみましょう。ポン、そうだね、温める機能がない便座はこんな顔になっちゃうよね。お、川島選手と長友選手ですね。なんか川島選手が激高していますけれど、なんでしょう。ポン、あいつボールを僕に蹴ってくるんだよ。怖かったね。そういうルールだからね。そっか、ルールも知らずに日本代表になっちゃったか。お、これはなんかの歴史上の人物かな。見てみましょう。ポン、超似てんじゃねえかよ。てか今何代目なんだよ。何々子が歩く新作アプリ登場。何々子のお何々んぽ、もう嫌な予感しかしないんだけど大丈夫かな。見てみましょう。ポン、ピンコが歩く新作アプリ登場。ピンコのおちんぽ、想像通り。お、スラムダンクだね。逃げくるら、おにゃららうっとんぬかくるら、おにゃららぞ。まあ順当にいけば、なんやこら喧嘩うっとんのか、こらしばくぞあたりだと思うけど、なんでしょう。ポン、なんやクラーゲンうっとんのか、こらお肌ツルツルだぞ。喧嘩うってんの褒めてるのどっちなの。お、女子バレーボールかな。いやー、こういう時にお尻に目がいってしまうのは男の性なんですけれど、一体この写真が一体何なのか見てみましょう。ポン、ん、あ、そういうこと ?16-13、3でしょ。で、11+3で14。そういうことです。すげえ。なんかの事件かな。何々にも関わらず、近所を散歩、周辺住民を不安にさせた疑い。何をして不安にさせてしまったんでしょうか。見てみましょう。ポン。かわいそすぎるだろ。ハゲは別に罪じゃないよ。どう考えてもおかしい理論。世の中にはいろいろなね、おかしい理論がありますけれど、一体何でしょうか。ポン、大事なことなので、一度しか、確かにね、そうだよね。大事なことなんだからさ、忘れないようにさ、覚えるまで何度も言ってほしいよね。確かにだわ。一文字変えて、壮大な物語にしてください。これもお題が決まってないパターンかな?見てみましょう。ポン、おむすび、氷、すげえ!わ、綺麗な女性。カーリングかな?これは。おそらくなんか距離を測ってるとかそんな感じだと思いますけれど。見てみましょう。ポン。遠くに座っている監督の頭を潰す遊び。相当鬱憤溜まってたんだろうね、日頃。なぜ170億ドルの金塊が一晩で消えたのか。ご、何々。なんでしょう。ポン。ゴミの日だから母さんが出した。お母さん、それゴミじゃないの?お、サザエさん、ナミヘイさんとマスオくんが何か喋ってますね。見てみましょう。ポン。頭ばっかり言われてるでしょうが、本当にやばいのは鼻毛です。それ鼻毛だったの?ちょっとは処理した方がいいんじゃないかな。何々や何々は危険です。入らないで。一体何が危険なんでしょうか。ポン。くら寿司や寿司ローは危険です。入らないで。おい、かっぱ寿司何やってんだよ、お前。ドラゴンボールだね。人造人間19号と20号と。これ、ヤムチャだよね。なんかご飯っぽいけれど。が、出会ったところだね。ほにゃらららら。まさか。私たちだ。くっ。一体何のセリフを言ったんでしょうか。ポン。ひょっとして僕がネットでやりとりしていためぐみさんって。なんで事前に顔写真とか送ってもらわなかったの?そしてお前らなんで二人組で来んだよ。お、キャプツバ。私、昨日一晩泣き明かして、翼先輩への思いはもうすっかり忘れました。翼先輩に近づくのが目的で入ったサッカー部だったけど、ずっとマネージャーしている間に翼先輩と同じようにサッカーも大好きになっちゃったんです。だから私これからもサッカー部のマネージャー続けます。その後に翼くんが言った一言、なんか嫌な予感するけど見てみましょう。ポン。聞いてた話、翼くん。意味がわかる文になるように線でつなぎましょう。1、長い時間が経つ、合ってるね。2、ゆっくり目を閉じる、合ってる合ってる。
3、強い敵から、あ、襲うって書いてあったのに、本来なら逃げると。これの答えは一体何なのか、見てみましょう。ポン。1年1組、吉田さん。それは霊長類最強だからね、強い敵がいたら襲うわな。うわぁ、ストレートな下ネタだな。バコーンって言ってるけど、一体何がバコーンしたのかな、見てみましょう。ポン。吉田沙織の感情を見てやれば、まさかの後ろからの攻撃だったわ。